1ラウンド中に2回のダウンで KO となる K1 ワールドグランプリ2018ジャパン初代クルーザー級王座決定トーナメント、リミット90kg、 ついにクルーザー級の初代王者が今夜決まります。画面奥、顔が見えていました日本のケージです。対するがイラン、イスラムの国イランより登場のシナ・カリミアンです。2メートルの長身がカリミアンです。さあ決勝進出を最初に決めるのはカリミアンかそれともケージか。ではマイクロフォンサイドをご紹介しましょう。放送席には久松郁美さん、関根勤さん、雅人さん、そして中村拓実さんを迎えしています。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ久松さん伺いましょう、はい、ここまで見ていて今大会どうでしょうね。いやそうですね、まあ、スーパーファイトもトーナメントもすごい盛り上がってるんですけど、はい、ケージ選手にも決勝行ってもらいたいですね。そうですね、はい、対戦相手がイランのシナ・カリミアンです。ケージ選手ね、ダメージないですからね。そうですね、1ラウンドで終わらせましたね、関根さん。対してカリミアンの方は延長ラウンドまで行ってますね。そうなんですよね、だから多少は疲れてるとは思うんですけど、うん、さあ雅人さん、はい、まあ、1回戦を見てっていうところですが、どういうところ注目していきますか。シナ・カリミアンはあの2メーターっていう身長があるんですけど、はい、おお左、おさあいきなり振ってきますね。1回戦と全然違う。さあ下がりながらパンチ振っていきますが、膝もらった左フック、顔面下げながらも振っていきます。膝思い切って振ってくる、テンプル捉えた、コーナーからは抜け出したい。うわー、あれます、いや追ってくる、追ってきますね。関根さん右オーバーハンド、あのカリミアンこう前に出てきてもですね、そんなにパンチのパワーはないんですね。だからこうラッシュされてもそんなに、そんなに、まあ、多少ダメージありますけど、そこまでではないんですよね。だからパワーで言えばケージの方があるんじゃないかなって気がするんですよね。そうですか、はい、ここうまく首を振って頭を振って逃れています。ここちょっと我慢ですよね、うん、ここ我慢してちょっと丁寧に戦いたいですね、はい、でも顔も開いてますからね、しっかり入れば、はい、膝一発強いパンチを入れたいですよね、ここで。なるほど、顎狙いたいですね、はい、顔面確かにガードは下がります。カリミアン、ケージ、そこピンポイントでいけるかどうか、まあ、ここ勢いで前に出てくる右のフック、おお左入った、さあ今度はケージだ、流れが変わった、チャンス効いてる効いてる、チャンス効いてる効いてる効いてる、行きたいですね、右テンプル、さあ流れが変わった、流れはケージだ、いけ休むな休むな、あーケージも疲れてるな、ケージもちょっと疲れたか、疲れてるな、いいボディ、まだいけますね。関根さん、動き止まりましたね。いや、ボディ効いてますよ。またマスピース履いたんだよね。あれマスピースはですね、インスタントのやつなんで、多分すぐ取れちゃうんですよ。歯に合ってないやつです。ちゃんと歯医者ので作ってないですね、あれ。鼻血が出てるのはケージです。今チャンスですよ。さあ、まだ時間はあります。ケージ、自分から行きたいか。うわ、なかなか一発狙ってくる。ここ危ないぞ、膝、あと頭下げた時に膝危ないですね。そうですね、頭下げちゃいけないですね。右のストレート、おー左フック下がりながら入れた、もう一つ左の膝を食らってしまった。回った方がいいですよね、まっすぐ下がっちゃいけないですね。なるほど、ね、右のフック空を切ります。一番関根さん、はい、我慢かもしれませんね。ここはね、ちょっとね、そうですね、先手取られちゃいました、ね、顔面から血を吹き出しています。鼻血です。ケージ、やっぱあれですね、1回戦もそうでしたけど、このカリミアン距離大きいですけど、パンチと膝の選手ですね、近い距離は。近い距離は、なるほど、まあ、こういった変則的な技も出してきます。おロングフック、そう、ちっちゃいパンチですね、小さいパンチですね、なるほど、で、そうそうそう、アッパー下めちゃいけないですね。アッパーも打ってくる。右のストレート、ローキックです。いいですね、蹴りを混ぜてパンチ入れた方がいいですね。そうですね、パンチだけでいくと、ローキックいいですね、はい、さあ左のハイキックも出していく。ちょっと疲れてるか、ケージ、左のジャブをもらいます。まあまあ、ダメージもありますよね、疲れというか、あ、ダメージのダメージが、はい、やっぱり 2m の選手にあれだけ打ってこられると相当体力使うと思いますね。そうなんですね、パンチは重くないと言ってもやっぱりクルーザー級ですからね。久松さん、どんな風に映ってましたか、1ラウンド。いや、なんかケージ選手、どんどん顔から血が出てきちゃって、ちょっと痛々しいなと思ったんですけど、ですね、関根さん、なんとなくこの大雑把な穴がありそうな感じに見えますけどね。そうなんですよね、やっぱりちょっと先手取られちゃいましたね、これ逆にやりたかったですよね。確かに、
これどちらも中村さん倒せそうな感じありますよ ね、 すね。ただ一発のこうクリーンヒットではケイジ選手かなっていう気がします、ね。あのカリビアンはこうなんていうんですか、中パンチをいっぱい当てて削っていくみたいなタイプだと思うんで、逆にケイジ選手また来るところをしっかりこう耐えて我慢してパンチ合わせたりすればね倒せると思うんですけどね、ただスタミナの消耗はすごいですよ、はい、やっぱり 2m の選手が前に出てくるんです。口開いていますケイジ。さあ第2ラウンドが始まりました。初代クルーザー級王座決定トーナメントの準決勝第1試合です。決勝戦進出をかけた戦い、日本のケイジ対するが2メートルです、イランのカリビアン。膝、あちょっと効いた、まあ、お互いに第1ラウンドダウンは期していません。まあ、マウスピースが飛んで試合が止まるという場面はありました。ローキック入れたいですよね。そうですね、こうカリミアンと違う戦いをしたいか。ケイジ振ってきますがガードをしていれば大丈夫か。入った、ストレート。確かに1回戦見ても関根さん、あの ODK は相当疲れてましたもんね。そうですね、この圧力を受けて前蹴り、ちょっとガード下がってきたかケイジ。うわ右のフック、これガードの上からでも圧力きます。2段の膝、右のローキックからケイジ前に出ます。左ジャブ、試合再開です。お互いに1回戦のダメージもあったハリミアンですが、動き止まった。ケイジアッパーモロもらいましたね。クロスボディ右を返す、うわ前蹴りだ、意外とあの前蹴りもちょっと効くかもしれないですね。そうですね、拳が大きい、アッパー入れた、お互いか、また膝が追ってくる。そうですね、攻撃もらってまっすぐ下がると一気に追いかけてきますからね。ちょっと前蹴り嫌がってるな、もらいましたね今も、これ嫌ってサークリングします。かなり疲れてますね、口も開いたままクロスアッパーで来る右、あハイキックは上がらない、その前ストレートボディです。頭を潜り込ませる、狙っている、テンプル狙っている、今度はボディだ、肩で押し込んで左の膝、右の膝、うわやっぱりこの圧力、右のフック、流れが変わらないか。残りが1分です。第2ラウンド3分3ラウンド制で行われています。アッパーが結構うまいな。そうですね、アッパー入ってますよね。やっぱりそういう意味では技術があるということなんでしょうかね、アマチュアの成績。そうですね、独特な動きで決してスピードがあるわけではないんですが、カリミアン、あとはやっぱ全部が打ち下ろしのパンチですからね。そうかな、それは当然力がそのままパワーが、うわっと前蹴りきました、顔面狙ってくる。関根さん、ケージはどう戦いますかね。ケージちょっと苦しくなりましたね。久本さん相当疲れてますもんね。ちょっと流れ変えたいですよね。やっぱり一発強いパンチ顎に当てたいですよね。一発当たればチャンス来るかもしれないですよね。もう一つ行きたい、ここはチャンス、首に巻いてしまいましたパンチが。第2ラウンド終了、これは消耗しているのは青コーナーケージの方です。1ラウンドはまだこうパンチ返せたんですけども、このラウンドちょっと返せなくなりましたからね。さあ改めてこのハイライトのシーンを2ラウンド振り返っていきますが、マサトさん、これだけ消耗するとちょっと厳しいですよね。厳しいと思いますね、まあ、本当に一発何か狙ってとかそういう攻撃じゃないと厳しいですね。お日様さん、淡々とずっと攻撃出してくるんですね、はい、カリビアンが。結構ガードしててもなんか当たってる感じがして、それがまた体力を消耗してるのかなと思います。カリビアンはもう自分のペースで打ってるからそんなに疲れてないですよね。これはノイリ選手がどういう策を授けているのか。中村さん、ひょっとすると早いラウンドの早いところじゃないと厳しいかもしれないですね。そうですね、まあ、やっぱりあのカリミアンのこう突進にやっぱ巻き込まれるとやっぱり流れがなかなか取り戻せないんで、さあ最終第3ラウンド始まりました。右のストレート、まあ、でも本当に自分より15センチ小さい人と戦えって言ったら楽ですよね、大きい方からすると。そうなりますもんね、
わあ、ボディも食らった左ハイキック。今の頭を下げて入ってくるからアッパーを狙ってるんですよね。ちゃんと前蹴りだ。前蹴り嫌だなこれ。関根さん、まっすぐの攻撃を食らうんですよね。ああ、効いてしまった。これは立ち上がりますか。見てないと。なんか小さなセーブシュルトみたいな感じです。確かに。タイムストクルーザー級のセーブシュルトみたいな感じじゃないですか。大きくてコツコツパンチと膝で当てていくっていう。これマウスピース2回目ぐらいから減点でもいいですよね。あ、注意する。歯に合ったものを買いましょうっていうところですけど。さあ、まあこの間にケージ冷静になりたい。またちょっとさっき下がりましたもんね。まっすぐ効いて右入れた。ボディだ。あ、腹切った。効いた。下がるしかない。まっすぐ下がるとまた追ってくる。いやー、これも負の連鎖になります。まさにクルーザー級のセーブシュルト。ボディー、うわ、先ローキック。いや、本当なんかセーブシュルトのパンチもなんか石のように痛いっていう話なんですよね。ジャブだけでも、だからそういう感覚あるんじゃないですか。そんな派手に見えないですけど。バックアンドブロー。これチャンス狙いたい。今チャンス。ボディチャンス。いや、関根さん、やっぱり出られないですね。チャンスでもやっぱりもうね、ダメージありますからね。即座に反応できないですよね。今根性で立ってる感じですからね。お前嫌いですね。パンチ出してるの。今度ちゃんと散らしてきます。下も出してきます。左フック。いや、マサトさん、厄介な選手ですね。すごくやりにくいと思いますね。左出していきますが、またこれが待ってます。前の手のジャブがこう2発分ぐらいのパワーです。もうのしのしと出てくるケージ。もうこれだけでもダメージを食らいます。のしのし出てくるのすごい嫌と思います。うわー、ハイキック。あっと、首抱えての攻撃はこれ禁止。ローブローか。ローブローですね。いや、ただもう体力がもうスタミナがすごい。本当こう壁が迫ってくるような感じじゃないですか。2メートルの人と向かい合って。貴様さん、顔が全然変わらないですね。カリミアの方が。そうですね、至って冷静ですよね。左フック、もう顔面血だらけ。ケージです。左のロー。ケージは話しました。俺の階級がついにできた。最低でも優勝を話したのはケージ。残り30秒切ります。最後のフック。残り時間が20秒を切ります。ケージ口開いている。うわー、起死回生があるのか。ケージ90キロ級クルーザーはベストな体重。俺のためのトーナメント、最低でも優勝、そう話したケージ。しかし俺のための階級になんと2メートルがいた。前に来る右のフック、カリミアン。ケージ最後左を出す。パンチに力ないですね。でしたね。試合終了、その瞬間に長い手を広げたのがカリミアンです。ケージは膝をつく。いや、ちょっと関根さん、言葉なくしますね。いや、カリミアンはスタミナもありますね。そうなんですよ、まあ、でもまずはそれが逆に言うとプレッシャー食らってないから疲れない。食らってない。やっぱりこの体格の有利ですよね。ちょっと久間さん、最後こうガードも上がらなくなっちゃいました、はい、疲れて。そうですね、大丈夫ですかね。ジャッジの方、30対27、赤カリミアン3ポイント差。1人目はジャッジ畑中、30対28、赤カリミアン2ポイント差でカリミアン。30対27、お聞きのように判定3対0になります。ディシジョンで大きく差をつけて判定勝ちはシナカリミアンです。シナカリミアンが初代クルーザー級王座決定トーナメント決勝戦進出1人目です。カリミアン選手が決勝進出となります。今関根さん、今目が合いましたね、ケージ選手と。まあでもあれですよね、もともと70キロの選手ですからね。そうですよね、まあ頑張りますから。カリミアン選手の勝利でした。さあ、
シナ・カリミアンがケージを下して決勝に進みます。さあ中村さん、改めて決勝に向けてのこのシナ・カリミアンってどう想像しますか？そうですね、脆いところもあるかなと思ったんですけど、やっぱ自分の戦い方とかやっぱこう形がありますね、はい、厄介な相手ですね。そして意外と何でもできるというシナ・カリミアンでもあります。今イランの国旗を背負って、リングの中を一周回りました。そして日本人ベスト4、1人目のケージは姿を消します。カリビアンが決勝進出。